どうもこんばんは。今日は2月11日の火曜日祭日ですね。建国記念日なんですけど、ちょっと早いんですけどね、嫁さんの奥さんの友達から義理チョコもらいました。まあ嫁さんの友達で、まあ義理チョコっていうのは当然分かってるんですけど、まあ僕も48歳になって、嫁さん以外の人にチョコレートもらうのってもう20年ぶり。最後にもらったん多分28、9ぐらいの時、会社の事務員の子たちから義理チョコをもらった記憶があって、それ以来もらってないんで20年ぶりぐらいなんですよね。でまあこの嫁さんの友達でくれた子は知ってるんですよ。僕も同じ友達だグループだったんで、この子にも昔学生時代高校2年生3年生の時にもらった、まあ義理チョコと義理チョコやけど、その時も義理チョコやったけどもらった記憶があるんですよ。まあ、男はいつまでたってもまあ幼稚というかバカなんで、義理チョコでも嬉しいです。ありがとうございます。早速食べてみようかな。早速晩ご飯前ですけどね、いただきます。早速じゃーん、おしゃれな箱ですね。おお、かわいい。おっと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 。どこに入ってた？こんな感じのかわいいチョコレートです。ありがとうございます。喜んでいただきますんで、まあ男はいくつになってもまあアホな幼稚な生き物なんで、ギリと分かっていながらも、喜んでいただきます。ありがとうございます。それではまたね。まあ皆さんも僕に送ってきてくれてもいいんだよって、なんちゃって嘘よ、ごめんね、冗談。イエーイ、ありがとう。バイバイ、じゃあね、 See you.